アレン軍は、アメリカ合衆国カンザス州の南東部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査で、の人口は13,371人であり、2000年の14,385人から7.0%減少した。軍庁所在地は、イオラ市であり、同軍で、人口最大の都市でもある。昔のアレン軍刑務所、アレン軍は、 カンザス準州議会が初めに設立した33軍の一つであり、軍名は、オハイオ州選出アメリカ合衆国上院議員を務めたウィリアム・ワレンにちなんで名付けられた。1855年に設立した時と同時に、組織化され、チャールズ・パスモアがユイゴン、遺言インハンジーに、B.W. カウデンとバーネット・オーウェンが、軍政委員に、ウィリアム・ゴッドフリーが保安官に指名された。 これらの役人は1857人に一般選挙が行われるまでその役職についており、軍の組織を完成するために、軍事務官と財務官を指名する権限を与えられた。この1855年の前半に、最初の白人が軍内で今日定めた。リチャード・ J ・フクアは、その妻、二人の息子、三人の娘と共に、軍内北西部、ネオ所川の流域に入った。 最初の白人だった可能性がある。B.W. カウデンと H.D. パーソンズは3月に到着し、エルムクリークの河口に近いネオショカワ流域の土地を選んだ。次に、ジェームズ・パーソンズ少佐と、その二人の息子たちジェスとジェームズ及び、ダンカン氏が、ディアクリーク川口近くに入植した。春から夏にかけて、 極めて迅速に入植が進み、その大半は、ネオ所川沿いかその近くだった。初期開拓者の多くは、奴隷制度擁護派だったが、軍内に入ってきた奴隷は、ほとんどいなかった。自由州から来た人々は、奴隷所有者に強い反感を示し、奴隷の大半が解放されるか、その主人によって、軍外に連れ出されるまで時間はかからなかった。 1856年の夏から秋にも移住者が続いたが、それほど多いというわけではなかった。最初の町と、郡庁所在地はコファチーだった。1855年春、スコット取から来た一軍の奴隷制度擁護派が、開発会社を作り、エルムクリーク河口の南、ネオショカワ東岸の高台に、町の区画を引いた。近隣に住むインディアンとは、交易が、 盛んに進み、この町は将来性有望に見えた。しかし、1857年には、衰退をはじめ、その後町の大半は2マイル北にできた、新しい町、イオラに移動した。様々に議論が行われた後、1869年に、アレン軍最初の刑務所が8400ドルで、イオラに建設された。この建物は、 新しい刑務所が完成した1959年に役目を終え、その後は博物館として運営され、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。アレン軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は2000年の投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。 ただし、食料販売量の30%までという制限が、ついた。アレン軍は、カンザス州南東部にあり、ミズーリ宗教からは2列目の軍であり、オクラホマ宗教からは、約50マイルに位置している。その大きさは、南北21マイル、東西24マイルである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は505.18平方マイルで、 あり、この内陸地は503.01平方マイル、水域は2.18平方マイルで、水域率は0.43%である。軍内の地形はいくらかうねりがあるが、州内東部の大半に比べれば平坦である。土壌は肥沃で生産性が高い。水流に沿った低地は幅が1.5マイルあり、軍領域の10分の1を占めている。 残りは、穏やかなうねりがあるか、高知プレイリーの平原である。群内に自生する樹木は黒ぐるみ、ヒッコリー、箱柳、オーク、エノキ及び、ミレがある。主要な河川は、ネオショ川であり、群内西部を南北に流れている。その支流には、インディアン、マーティンズ、ディア、エルムなど、小さなクリークがある。マーマトン川は、群内東中部を水源に南東部に流れている。 リトルオーセージ川は、マーマトン川の水源の近くに発し、北東部に流れている。その支流としては、北のミドルクリークと南のサウスフォークがある。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。順守時代の最終年である1860年、大きな干ばつが起こり厳しい年になった。軍人口は約3000人であり、 ギリギリの収穫では飢餓に陥ることが避けられないと思われた。人々の大半は2年以内に軍内に入ってきており、上と困難さを前にして東部に戻った。南北戦争の時代には発展したがゆるりとだった。1865年から1870年には着実に人口が増加し、7022人が数えられた。それからの3年間は、 急速に入植が進んで多くの改善が加えられ数千エーカーの土地が工作地に変えられたこの期間はおそらく軍の歴史でも最も進歩的な時代だった金が豊富にありほとんど誰もが事業を行うかその資本金いっぱいに資産を購入したその結果として1873年の金融強行が起こり1874年には 稲子の大量発生が続いたので、ほとんどすべての改善が止まり、資産価値が暴落して、多くの開拓者が軍を離れた。1875年の人口は6638人だった。その後の時代は持ち直し、1878年には8954人になった。軍内の繁栄度が上がり、1881年、 の人口は11,098人となったが、それまでの改善が入職者を増やしていた。1882年、人口は11,098人となった。軍の人口は成長を続け、1910年国勢調査での27,640人がピークになった。近年では人口が減り続けているが、減り方が鈍化しつつある。 都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。アレン軍は12の軍区に分けられている。ハンボル都市、イオラ市、ラハープ市は政治的に独立とみなされ、下記軍区の数字からは外されている。過表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ、軍区の人口に含まれるものである。出展、ナショナルアトラス。 US センサスビューロー、ありがとうございます。